毎日20時に讃岐うどんの動画を上げているヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いします。今回紹介する店舗で合計104店舗目です。ということで今回は香川県の三豊市にある森さんといったところに向かっていっております。それでは今からその森さんの基本的な情報の方を説明していきます。食べログの点数ですが 3.63、 そして Google の点数は 4.1 点、高いですね。営業時間は10時から14時までなんですが、麺が切れ次第終了となります。定休日は毎週火曜日です。おすすめのうどんは穴子一本揚げぶっかけです。これでもかと言わんばかりの巨大な穴子店が載ってます。こちらのお店、2018年に多久間町から移転してきました。左手に見えるのはのどかな風景、そして高瀬川です。ということで到着です。さあ、それでは今回紹介させていただくお店はこちら。看板がありますね。工事中かと思ったらユニークな看板、営業中の看板です。さあ、それでは入店していきましょう。こちらのお店、セルフ店ではなくてサービス店です。好きな席に座ってもいいということだったので、窓際のカウンター席の方へ座ります。こちらからであれば川と田んぼを見ながらのほほんと食事することができますね。注文は決めてます。一押しの穴子一本揚げぶっかけのショーです。穴子一本揚げぶっかけの冷やショーで、はい。店内はこんな感じになってます。ちょっとおしゃれですごく綺麗にまとまってますよね。そして窓際こちらです。田んぼが見えて川が見えてかなりのどかな風景ですね。時々鳥とかも見えたりしますよ。それではいただきます。穴子のでかさが半端ないですよね。後ろでトントントンって聞こえるのは裏で大将が麺を切っている音です。こちらの麺、コシがすごくいいです。強すぎるってわけではなく、ちょうどいいコシでした。そして太さにはムラがあるので、
手打ちの包丁切り感をたっぷり感じることができます。ぶっかけの出汁はすっきりとした味わいでしたね。この出汁は天ぷらにすごく合いそうです。アナゴ天は揚げたてです。身はホクホクで柔らかかったです。もちろん臭みもなくて、衣は音聞いたらわかると思うんですけど、サックサクでした。もし今回の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いします。あと友人のうどん好きの方にもぜひこの動画の存在のことを教えていただけると本当に本当に助かりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとコメント随時お待ちしております。本当にどんなことでもいいので気軽に書き込んでいただければなと思います。常に待ってます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後の一口いただきます。こちらは一般店なので値段がちょっと高めかなって思ったんですけど、実際食べてみたら全然値段分の価値が十分にあるなって感じました。店員さんの接客もとても丁寧でした。すごく気持ちよく食事することができました。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、すいません、1000円で、はい、900円です。はい、1000円でお預かりします。はい、ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、雷鳴さって言った茶狩りの線路。